中華人民共和国居民身分証中華人民共和国の身分証制度では中華人民共和国における身分証明書の制度について解説する中華人民共和国においては国交登記条例第4条第4項に国交登記帽及び国交帽に登記された事項は公民の身分を証明する効力を有すると規定されているように従来 中国国民の身分を証明する手段としては、国工房が第一義的に使われてきた。また、中国国民の国内出張の際には、空港やホテルで単位工作省と紹介状を提示し事故の身分を明らかにしていた。しかし、1978年から改革開放政策が開始され、よりものと人の移動が活発になり、各分野の交流が拡大し身分証明が、 要求される対象、頻度も拡大した。しかしながら、ご公募は世帯単位で編成され、しかも一部ずつしか配布されないため、形態に不便であった。個人単位の証明書としては、工作証や学生証があったが、統一化、法制化されておらず、失業者と所属機関からの身分証明を受けられない人々も存在した。そこで法的効力を持つ、 個人単位の身分証明書を国が統一して発給し、公民の正当かつ合法な活動を守ることが強く求められるようになった。1995年に居民身分証条例が、翌1996年に居民身分証条例実施最速が定められ、国内に居住する満16歳以上の中国公民を交付対象として居民身分証が配布されるようになった。 記載項目として、氏名、性別、民族、青年月日、住所並びに15桁の居民身分証番号があり、発行日、有効期限、番号、顔写真と共に担当部局である公安機関、すなわち本人の居住地の国交登記機関の印象を、推しカード型にラミネート加工された後、一人に一枚が交付された。 居民身分証番号編成工作の組織、実施主体は公安部であり、番号の編成にあたっては公民の常住国交所在地を基準として編成される。実施最速は1999年10月に2度目の改正が行われており、居民身分証の番号は公民身分番号を使用することとなった。国交登記機関は公民の出生登記を行うとき、公民に 公民身分番号を編成すると定めた。これにより中国の身分証制度は労働社会保障管理情報システムにも連動することになった。巨民身分証番号から公民身分番号へ変更されたことに伴い桁数が15桁から18桁に変更された。これは、いわゆるコンピューターの2000年問題に対応するために出生年を 末尾の2桁のみで表示していたのを4桁で表示するようになったこと、記入ミスや読み取りミスの防止のためのチェックディジットを加えたことによる。公民身分番号は公民が生まれた日に直ちに決定され、すべての中国公民は中性府編の個人番号を有する。満16歳以上となり初めて、具体的な有形の居民身分証という形で交付される。 2003年には、巨民身分証条例が改正され、居民身分証法が成立し、非接触式の IC カード技術を用いた、新しい第二世代身分証が交付されるようになった。2011年の居民身分証法の改正で、指紋情報の登録もされるようになった。ありがとうございます。